はい、ということでワンピースフィルムレッド一番くじのウタちゃんの人形を開封していきたいと思います。みんな、やっと会えたね、ウタだよ。もっともっと楽しんじゃおう。ちゃんとしっかり、いや素晴らしい、綺麗に、梱包されておりますね。あー、ウタちゃんですね。出ました、うたちゃん。うたちゃんが出たよ。うたちゃん出たよ。マイクがあるからね。台座がね。マイクがあるクリア。台座がクリアだ。あの黒じゃなくて透明な部分がいいですよね。やっぱハサミで開けた方がいいです。わあ、いいね。台座がまたかっこいい。ピースフィルム、台座がかっこいい。しっかりね、マイクも細かく梱包されてる。梱包されてる。全部別梱包。全部別梱包だ。すげえ。みんな、やっと会えたね、ウタだよ。わあ、すごいな、これは。台座が透明だっていうのがすごい。いやーすごいね。これはすごいですね、うたちゃんすごい。あっとっとっと、360度回してる。うわ、羽がねちゃんと左右で違うんですよ。いやーこれはかっこいいなねえ。何の白を？髪の毛のね、白と言ってやるんですね、ちゃんとね、こう。では、お羽紅白のあれみたいな。あ、なるほどね、紅白の あの赤と白みたいに、これ絶対それをデザインしてますよね、紅白歌が。歌ちゃんね、歌の話だからねえ、これでね、ちゃんと腕には麦わらのルフィからもらったマークがね書いてあるんですよ、歌っていうね。麦わら帽子を逆にした形のね、これね、骸骨の形にも見えるんですけど、いやーかっこいい。ということで、歌ちゃんの今回フィギュアを紹介しました。よかったらチャンネル登録高評価の方よろしくお願いいたします。こんなことやってるのにシャンクスが黙ってるわけねえだろ。ワンピースフィルムレッド。